宮本賢二は日本の元フィギュアスケート選手。現在はフィギュアスケート振付師。パートナーは都築中子、有川理恵など、兵庫県姫路市出身。京都府立洛北高等学校、龍谷大学卒業。現在は AK グローバル、エージェントとマネジメント契約を結んでいる。10歳でスケートを始める。はじめはシングルの選手として競技会に出場していたが、15、6歳の頃に樋口豊の誘いでアイスダンスを始め、有川理恵とカップルを結成。大学まではシングルも続けていた。1995年からアイスダンスに専念。1995年と1997年に全日本ジュニア選手権で優勝した。全日本フィギュアスケート選手権では第70回大会、第71回大会で2連覇を達成。2002から2003シーズンをもって有川が引退したためカップルを解消。新たに都築中子とカップルを組んでトリノオリンピック出場を目指したが、出場は叶わなかった。2006年に競技生活を退いてからは、振付師として活動。日本人の繊細さに、海外の洒落たリズム感が加わった独特な雰囲気を持つプログラムを手掛けており、バンクーバーオリンピックでは、高橋大輔のショートプログラム、愛を振り付け、銅メダル獲得に貢献した。2015年、日本アニメ見本誌のエンドレスナイト、2016年10月放送のアニメ、有利。オンアイスの振り付けも担当。フジテレビ、BS 朝日、J スポーツなどのテレビ番組の解説者や、スポーツウェアブランドのプロデューサーとしても活動している。AK グローバルマネージメントによる、プロフィールハット ABCD、フィギュアスケート選手名鑑2006新書館、2005年12月、P47 ハット ABCDE、ターニングポイントインタビュー宮本賢二。フィギュアスケートデイズボリューム1第 X 出版2006年11月 PP80 から 82AB アイスダンスへの招待宮本賢二が語るアイスダンスの魅力フィギュアスケートデイズボリューム4第 X 出版2007年10月 PP43 から45フィギュアスケート振付師ファイルフィギュアスケートデイズボリューム8第 X 出版2009年2月PP76 から77ハットエンドレスナイト、ハットフィギュアスケートアイテム、チャームジャパン。ありがとうございます。